こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は総戦闘力育成方法まとめということでやっていきたいなと思います。戦闘力がね、13万超えました。で、そんなに難しいことでもないので、まあこれさえきっちり覚えていれば、まあヒロトラに関しては全く問題なく、あのストーリー等もね進めていけるのかなというところで紹介したいなと思います。はい、ということでまずですね、優先度の高い順から紹介していこうかなと思います。今僕現在のパーティー編成こんな感じになってるんですよね。すべて UR ではないですけど、正直あの今のところですね、サブに関しては、まあ、とりあえず置いといてもいいですし、自分の一番自信のあるキャラ3体プラス、まあ、2体その次に、ね、時点で強いキャラ育てていくっていうことが結構重要かなと思うんですけど、とりあえず今のところ僕の編成だとこんな感じになってます。はい、でこれであの一番右のね、トドロキ君がレベル32の状態で、この編成に関してはあの UR メモリー一切なしと、すべて、この5枚に関しては SR メモリーということで、まだまだ全然ね、あの戦闘力 UR メモリーとかも使えば、15万超えとかもね全然できるとは思うんですけど、とりあえずこんな感じの編成で13万と、まあ目安みたいなもんですけどね。はい、こんな感じになります。はい、ということで一番戦闘力に直結しやすいところで言うと、やっぱ強化クエストですよね。これキャラ強化クエストとメモリー強化クエスト2つともありますけど、普通のメインクエスト周回だけではねレベルが全然上がらないんですよ。クエストの経験値なんて本当に微々たるもので、周回してもね全く、特に高レベルになってくると全く上がらなくなってくるので、そこでやっぱり手っ取り早く上げるのがこの強化クエストということになってます。でもちろん狙うは上の方に行くことで、あの強化バー台というものが手に入ってきます。これがレベル4からだね、レベル4からこの強化バー台というものがドロップするようになるんで、これが大量の経験値もらえるので、できるだけ可能な限りこれを入手するために、あの上へと進んでほしいなというところ、まあこれの、強化クエストの攻略動画についても、まあ以前アップしたものがあるのでそちらを参考にしていただきたいんですけど、とりあえずメモリーに関しても、キャラの、ね、レベルに関してもやっぱりこの強化クエストが一番というところ。上の難易度の勝ち方のコツっていうものがありますけど、基本的には弱点補正が結構でかいゲームなので、可能な限り弱点をつけるようなパーティー編成にしてあげれば、推奨戦闘力を全然満たしてなくても勝てたりするので、とりあえずなるべくね負けてもいいからとりあえず一回挑んでみようとか、そういった気持ちは大事だと思うんでね、上に行けば格段に、特にレベル4以降になると強化バー台が落ちるんで、格段に経験値効率が良くなるんで、なるべく早くレベル4以上に行けるように目指して、まあ、育成を進めていくといいんじゃないかなというところです。そして2つ目の育成方法としてはアビリティボードだね。キャラのアビリティボードを開きます。これはね、ステータスだけじゃなくてスキルとかもね解放できたりとか、限界突破ね、レベルの限界突破等もできる非常に重要なところなので、レベル上げ、キャラのレベル上げと同時にこっちのアビリティボードも一緒に進めていくといいでしょう。うん、で、まあ、特にね、あの初めて使ったキャラ、何もガチャから当てて裸のキャラかな、裸のキャラの場合にはスキルがね、アクションスキルの2つ目も解放されてない状態なので、必ずここ4つ目は最低限解放した 上で、あの育てていかないと弱めになってしまうので、アクションスキルがない分弱めになってしまうので、ここは必ず解放しましょう。で、素材の許す限りですね、まあどんどん進めていってという感じがいいと思います。で、アビリティボードにはルートが2つあって、まずこれ今見えてるのがベーシックルートね。ベーシックルートはあのメインストーリーでドロップする素材を使って強化していく、解放していくっていうボードなんですけど、2つ目のこっちのピースルート、こっちやや特殊で、あのガチャとかでねキャラが被った時にもらえるスターっていうアイテムがあるんですけど、そのスターを購買部に行って交換することができる、このピースっていうアイテムがあるんだよね。これを使うことによって、まあ、全てのキャラ、今実装されてる全てのガチャキャラに対してこうやってピースが交換できるんだよね。これでこのピースを使ってピースボードをどんどん解放していくという流れになります。
ここ皆さんね、たまにあのスターってどこで使うんですかっていうコメントとかもあったりするんですけど、購買部で使えるんで、ガチャする意味、特に無課金勢の方だとなかなかこれ手に入りにくいとは思うんですけど、積極的にガチャしないとこういったピースルートが解放できなかったりっていうのもあるんで、リセマラーしたからもうしばらくガチャいいやっていうわけじゃなくて、本当に強化したいのであればある程度はガチャ結局しないと手に入らないので、ここはねあのなるべく、まあ、やった方がいいんじゃないかなというところです。ちなみにですけど、ピースルートに関してはまず一つ目がね、一つ目に関してはピース10個で解放できて、オートスキルだね、自動で発動するスキルが一つ解放されます。これも非常に重要なんで、スタメンで使ってるキャラに関してはこの全ステータスアップの2つ目まで解放しておくと結構コスパがいいですね。うん、ニューアルキャラに関しては、まあ、全て固定値だね。これ一応今 SR キャラのトドリックなんでこんな感じのステータスの上昇幅してますけど、 UR キャラだともうちょっとパワーが300かな、パワー300でスピードも30ぐらい上がったと思うんで、ちょっと上昇幅が違うんですけど、2つ目ぐらいまでは解放しちゃってもいいと思う。だからここで2つ目までピース20個使います。ピース20個使ってっていうところなんで、これはね、必ずやりましょう。ガチャをしてそこで終わりじゃないので、このピースルート、スターをピースと交換してピースルートを解放する、2つ目まではコスパがいい、これだけ覚えてください。そして3つ目だね、3つ目の育成方法としては、まあ、ここからはちょっと効率落ちてくんだけどね、派遣、これを忘れずにね、これ非常に重要で、そのこの派遣先についてはあのメモリーがいっぱいもらえるところと、あと強化バーがいっぱいもらえるところ、それからコインがいっぱいもらえるとか、まあ、それぞれあるんですけど、まあ、おすすめはやっぱりこの強化バーがいっぱいもらえるところとメモリーがいっぱいもらえるところ、あとデイリーっていう派遣先もあるんで、デイリーも必ずこなしましょう。そうすることによって、まあ、特に大成功した場合結構大量のね、アイテムがもらえたりするんで、これを忘れずにやりましょうね。8時間ごとのやつが一番おすすめかな。うん。そして4つ目、ベースだね。まあこれにベースに関してはやっぱりそこまで、あのうまみはね、そこまで経験値に、こと経験値なんで、そこまですごく貢献するっていうわけではないんだけど、とりあえずもらえるということで紹介しておきます。こちらに関してはメモリー強化と強化バー、それからコインとスタミナ、まあスタミナの方が大事かな、ヒーローベースに関してはね、スタミナ、これが10時間分ぐらいまで溜まるので、うん、これはちょいちょいね、あの気づいた時に回収するようにしましょう。そして5つ目、ミッション、はい、こちらもですね、もうすでにクリアしている状態ですけど、強化クエスト3回までクリアすることによって強化バー中と、メモリー強化のやつ中までもらえるんで、こちらも忘れずにやるようにしましょう。まあ、その他ノーマルのやつでもね、あの特定のランクに達成到達すると、まあ、強化バーがもらえたりもするんで、まあ、この辺はその狙ってやっていくっていうのはなかなか難しいと思うので、まあ、基本デイリー受け取って、でそのノーマルとか、クエストの周回でランクが上がればラッキーだな程度なんですけど、はい、なんで基本的な戦力の上げ方についてはここまで紹介した、まあ、1と2が一番大きいところかな、1と2が一番大きいところで、まあ、その他で3、4、5もあるよというところになってきます。これだけで、まあ、簡単にね、戦力10万超えもいけると思うので、うん、キャラ3人だけでもう10万超えるからね、戦力に関してはね、はい、まあ、その他もちろんそのキャラ 3体につぎ込まなくても、あのメンバー5人、メインメンバー5人に対して、まあ、均等にレベル上げていくっていう方法でももちろんいいし、その辺は皆さんの好みになるとは思うんですけど、まあ、とにもかくにも一番大事なのは強化クエストでどんどん上を目指していくというところが大事かなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。